んの民衆は絶対この二度とひどい目に遭わせたくない。子供たちや孫たちにそんなひどい目に遭わせるものかと一生懸命頑張っておりますから、今日の子で基地を拡大拡張しようとするそういう人たちにとってはとても動かしようのない戦いをしてまいりましたし、絶対にあの戦争を再び繰り返さないように頑張っております。ここにいる4人の人たちにかけられた攻撃は沖縄の人たちが一人目に遭わされたそのことと全く同じであります。私沖縄の出身ですが、言うまで沖縄のことだけ訴えておりましたが、敵は一つなのです。どのようなことも私たち弱い者のためにね、弱い者がひどい目に遭わされている、こんな不合理なこと、理不尽なことは皆さん力を合わせてひっくり返してしましょう。